審判団に続いて両チームの選手たちがピッチに姿を見せました。FC 東京 U23 とカターレ富山の一戦、前半がスタートしました。FC 東京 U23 が前半は右から左に攻めていきます。出して岡、宮崎が動く、宮崎が裏を取っていく、ユインス中、原太一も中、ダイレクト、ユインス、スピード感ある攻撃を見せてきました。 FC 東京 U23 最後ニアでユインスが合わせました。宮崎のボール、最後はユインス。白石、中に行きます、中央だ、前島、前島、強烈な左足一閃、先制はアウェーカターレ富山。前半のアディショナルタイム、前半途中にも強烈な左足の白石の仕掛け、高橋を落としての前島左足、タックルをかわした、そしてユインス、ユインス向かっていく、上がってきた久保、中村、中村折り返し、同点。やはりこの人でした、原太一。ユインスのパス出しのタイミングも絶妙、中村の綺麗なアシスト、最後はらしく合わせました。原太一、左足、前島、中でもらってワンツー、前島、前島、前島、ここも畑野だ。平川が見ている、その前島を使う、かわした、金井がニア、金井スルー、伊藤、畑野、こぼれて白石、戻しましたが宮崎、前島陽太、稲葉シュートも絡んで、前島フリーになった、前島、前島だ、畑野、わけないとスペースができてきました。中村、ユインス、追い越す中村、速いボール入れてきた、ボレー、ポスト、原の右足ボレーはポストに嫌われました。ユインスの絶妙な間を狙ったボール、難しいバウンドで合わせた原ですがポスト。試合終了。